チャールズ・ジョン・ハフハム・ディケンズは、ビクトリア朝時代を代表するイギリスの小説家である。主に仮想階級を、主人公と死弱者の視点で社会を風刺した作品を発表した。新聞記者を務める傍らに発表した作品集、ボズのスケッチ集から世に出る。英国の国民作家とも評されていて、1992年から2003年まで用いられた10イギリスポンド紙幣に、 肖像画が描かれている。英語圏では彼の本、そして彼によって創造された登場人物が根強い人気を持って親しまれている。オリバー・ツイスト、クリスマス・キャロル、デイビッド・コパ・フィールドにと物語、大いなる遺産などは忘れ去られることなく、現在でもたびたび映画化されており、英語圏外でもその作品が支持され続けていることを反映している。 海軍の海警リチョン・ディケンズとエリザベスの長男として、ハンプシャー州のポーツマス郊外のランドポートに生まれた。2歳の時に、ロンドンに、5歳の時に、ケント州の港町チャタムに移る。チャタムでは6年間を過ごし、ディケンズの心の故郷となった。少年期は病弱であり、フィールディング、デォー、セルバンテスなどを乱読した。靴積み工場のディケンズ・ディケンズの家は、 中流階級の家庭であったが、父親ジョンは金銭感覚に乏しい人物であり、母親エリザベスも同様の傾向が見られた。そのため家は貧しく、ディケンズが学校教育を受けたのは二度の転校による4年のみであった。1822年の暮れに、一家はロンドンに移っていたが、乱費によって1824年に成果が破産した。 ディケンズ自身が12歳で独居し、親戚の経営していた、ウォレン靴積み工場へ働きに出されることになった。さらに借金の不払いのため、父親がマーシャルシーサイム社監獄に収監された。家族も、獄で共に生活を認められていたが、ディケンズのみは一人靴積み工場で働かされた。この工場での仕打ちはひどく、彼の精神に深い傷を残した。数ヶ月後に、 父親の出国が認められた。祖母の遺産によるものとの説がある。ディケンズはウェリントンハウスアカデミーへ行くことが認められたが、この時母親に強く反対された。このことも彼の心に強く残った。父親は後にデイビッド・コッパフィールドの登場人物の一人であるミコーバー氏のモデルとなったとされている。1827年からエリス・アンド・ブラック・モア法律事務所に 事務員として勤めたが、後ジャーナリストになることを決心し、即記術の習得に取り掛かった。これを終了すると事務所を辞め、法廷の即帰記,記者となった。リケンズは芝居好きであったが、この頃俳優になろうとしたこともあった。20歳前後から書雑誌から仕事の声がかかるようになり、1834年にモーニングクロニクル紙の報道記者となり、 ジャーナリストとしての活動が本格化する。定職の片手間に、ボズという筆名で書き始めた投稿エッセイが1833年、初めてマンスリーマガジン誌に掲載され感激、その後も継続して書き続ける。なお、この時期の筆名のボズとは、リケンズの弟オーガスタスに付けられたあだ名に由来するとされる。こうしたエッセイは後にまとめられ、1836年、 第一作、ボズのスケッチ集として発表された。優れた、批評眼が注目を浴びた。同年、編集者の娘であるキャサリン・ホガースと結婚した。二人は十人の子を設けたが、性格の不一致のため結婚生活はうまくいかなかった。なお、ディケンズは、キャサリン・ホガースよりもその妹のキャサリン・メアリを愛していたが、まだ幼かったこともあり、結局その姉と結婚した。 メアリーはディケンズの結婚後もディケンズ夫妻の住まいに同居していた。翌年彼女は急死し、ディケンズにしばらく執筆活動を中断させるほどの打撃を与えた。続いて発表したピクウィック・ペーパーズがサムウェラーの登場後に大人気となり、第一流の小説家として文才を認められた。さらに雑誌ベントリーズ・ミセラニーの編集長を務め、 同志に初めて筋書きのある長編小説オリバーツイストを発表小説家としてのディケンズの人気はその後修正を衰えることがなかったその後は虐待学校を題材にしたニコラスニクルビー悲劇的な物語骨董屋などを発表クリスマスキャロル以後毎年刊行されたクリスマスブックスものは子供から高い人気を得た先に出た ニコラス・ニクルビーや、骨董屋などの作品や、以後の作品では、主人公は多く孤児であり、チャールズの少年時代の体験が影響している。この頃、ジョン・フォースターと信仰を結ぶ。また、ベン・ジョンソンの、十人十色を友人だと上演する。義援基金のための素人演劇で、もっぱら演出と主演を兼ねた。1842年に妻と共に訪米し、長期のアメリカ旅行を行った。 ただ、南北戦争前夜の米国は、当時の著作権問題などもあって良い印象を与えなかった。そのため、帰国後に発表した小説、マーティン・チャズルイットや旅行記アメリカ機構で記した、米国感はあまり良いものではなく、米国でも不評であった。ただし、南北戦争後の1867年に再訪した際には、大歓迎を受けて印象を改めている。 ドンビーフ氏の次の作品、デイビッド・コッパフィールドは、自伝的要素が強い作品で、この頃の作品から次第に、社会的要素を取り入れた、精算な作風へと変化していく。ビクトリア朝の社会を批判した、高齢感や、社会制度を批判した、リトルドリット、フランス革命を背景とした、二と物語、失意の人々を描く、大いなる遺産などである。編集長としても、 1850年からハウスホールドワーズ、1859年からオールザイヤーラウンドをまとめ、ギャスケル夫人やコリンズなどの作家やアデレード・アンプロクターのような詩人に作品発表の場を与えた。もっとも編集者としては勝手に小説の内容に手を入れるなどというワンマンブりもよく知られている。また、事前事業や講演といった活動も行っている。晩年は、 エレンターナンと不倫関係にあり、1858年から妻とは別居。これはディケンズの死後まで公的には秘密にされていた。創作力の衰えと並行して執筆を離れて公衆の前での公開朗読に熱中し、過労で死期を早めた。1865年には鉄道の事故に巻き込まれて九死に一生を得る。この事件も、 晩年の作品に目立つ暗い影の一員ではないかと言われている。1870年6月9日、エドウィン・ドルードの謎を未完のまま、ケント州、ギャッツヒルの高層な邸宅で、脳卒中により58歳で死去した。リケンズ自身は、ロチスターに一詩人としての埋葬を希望していたが、叶えられず、ウェストミンスター寺院の詩人の敷地に埋葬された。墓姫は、 h.e. was a, s y シンパ i z e r to the poor, the suffering, and the oppressed, and by his des, one of England, s greatest writers is lost to the world, となっている。一般に、プロット構成にはやや難があり、最良の部分は、人物描写などの細部にある、と言われることが多い。多作家でもあるため出来栄えに、村があるが、大いなる遺産などの名作では、 そうした描写力に映画のカメラワークにも似た白身のストーリーテリングが加わり読者を引きつける。精密な観察眼と豊かな想像力で時代社会の風俗を巧みに描いた。日常生活の描写は具体的で丹念に細部にわたって生き生きと映し出されており、登場人物の性格はシェイクスピアのそれに比して多種多様であり、 ほとんどが典型としてギガ化されているにもかかわらず、型を破って、はみ出すような生命力に満ちている。特に前期の作品においては、主人公に個性があまり見られず、脇役にこうした特色を与えることで作品を立体的に盛り上げている。また、幼少時の貧乏の経験から、おのずと労働者階級に同情を寄せ、時に過度に干渉的になることもあるが、常に楽天主義と、 理想主義に支えられ、ことに初期の作品には温かいユーモアとペーソスが漂っている。その点、ビクトリア朝の代表作家として並び称され、中、上級階層を中心に描いた作家レートは対照的である。後期には健康状態の衰えなどの影響もあって徐々に悲観的な価値観に傾斜していき、作品発表のペースも落ちた。初期の明るいユーモアや、 天才的なキャラクター造形は目立たなくなっているものの、プロットは複雑で深淵になり、主題を強調することに成功している。ただし偶然に頼った、ご都合主義の物語展開や、最後をめでたく終わるといった典型は最後まで残った。これは、月刊分札という発表形態で、売れ行きや人気を考えて、あらすじや登場人物を変えていったためである。 作品を通しての社会改革への積極的な発言も多く、しばしばビクトリア朝における事前の精神、クリスマスの精神の代弁者とみなされる。貧困対策、債務者監獄の改善などへの影響も大きかった。しかし、一方で帝国主義的な色合いもあり、ジャマイカ事件ではカーライルなどと共に総督エア側に組みして反乱を擁護し、 エアを断崖するミルラと論争したことが知られている。ただし、年代の違いもあって、一般には、キプリングのように、人種差別主義者などと露骨に批判されているわけではない。最終作、エドウィン・ドルードの謎は、コリンズなどの影響もあって、ミステリーのプロットを導入し、後期のディケンズの中でも特に陰鬱な雰囲気に包まれた野心的な作品であった。しかし、作者の死により、 全体の半ばほどを残して、ついに未完に終わった。そのため、犯人は不明のままであり、様々な説が提唱されている。殺人の謎解きは、バーナビーラジで、すでに登場しており、これが、世界初の推理小説と言われることもある。没後、そのストーリーの通属性、あらすじの不自然さ、キャラクターの疑画化などのために、通属作家として、 芸術史上主義的な19世紀分団からは批判された。確かに分冊販売という発表形態のために人気の上下動を見てもともと考えていた筋に執着せずに時に強引とも思えるストーリーの変更を行った。特にマーティン・チャズルイットやニコラス・ニクルビーなどではプロットの不自然さが目立つ。しかし一般大衆の人気がこうした批評で衰えることはなかった。 プルースト、ドストエフスキーなどの小説家も愛読者として知られ、ギッシング、チェスタトン、ジョージ・オーウェルなども優れた評伝を寄せている。トルストイはディケンズをシェイクスピア以上の作家であると評価しているほどである。近年では、エンターテイナーとしてだけでなく、小説家としても、作品の再評価が進んでおり、小説が映画、ドラマなどで映像化されることも多い。弱点こそあれ、 現在の評価は英国の国民作家という、その正しい位置にほぼ服していると言える。日本においては、オリバー・トゥイスト、大いなる遺産など、複数の出版社から文庫化され、ロングセラーとなっているものもあるが、その膨大な作品量も災いして、ディケンズの翻訳全集は、昭和初期の日本に舞台を移した本案に近い、先週を除いて存在しないという状況にある。ただし、 2010年に田辺洋子個人による長編全役が完成した。ディケンズの生涯と作品を研究する団体として、ディケンズフェローシップ日本支部がある。ありがとうございます。